はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、今日休館日ということでね、よく考えると俺ですね、ちょっとやばいと。やばいペースで飲んでるっていうより、一日、ね、てか毎日ね、休館日、なしに、ずっと飲んでると。で、いろいろ計算したところですね、焼酎の25度を、まあ、ね、あんまコップに、だいたいこう、3分の1ぐらい入れて、で、あと炭酸とかで、炭酸とレモンの果汁ねとか入れて、で、それをね、まあだいたい1日ね、5杯ぐらい飲んでるんですよ。で、それをね、ほとんど毎日続けてるんで、これやばいと。さすがにやばい。ということで、休館日を設けるためにですね、1週間に、宣言すると、1週間に一度、休館日を設けようということでですね、今回は、ノンアルコールの、朝日のゼロ角。というカクテルですね。ピーチロゼスパークリング。ね。ノンアルコール期間限定、カロリーゼロ、糖類ゼロ、アルコール 0.00%、無果汁、炭酸飲料。ということで、ね、買ってまいりました。原材料が食物繊維と酸味料と香料とカラメル色素と甘味料とアントシアニン色素となっております。いや、初めて飲むね。ノンアルコールのチューハイっていうか、カクテルのやつね。何がカクテルだと。ただのジュースじゃないかと。いうことで、本当に、ね。まあ、カクテルっぽいのかと。最近のね、ゼロカクテル、ゼロのカクテルっていうか、カクテル風味飲料は、本当にね、酒飲みの俺をね、まあ、しっかり騙せるかっていう企画です。企画ってことないね。まあいいや、乾杯。ピーチの、ピーチとサクランボ、サクランボだな。の、味がする炭酸飲料。ですね。うん。案外美味しい。そんなに甘くないし、一応これ甘味料使われてんだけど、そんなに甘さも、あれだね。別にって感じ。うん。うん、まあ、うん。いや、案外美味しい。うん。なんか喉の、喉越しっていうのか、なんか、あるね。なんかね。まあでも、ロゼっていうか、まあロゼスパークリングって書いてあるから。まあ何なんでしょうね。ピーチの。うん。ピーチワインみたいな感じなのかな。でね、最近ね、ちょっとね、思ったことがあって、字を書くときに、震えるんですよ。手先が。震えるときがあって、結構あるんです。うん。で、まあ、それでね、さすがにちょっと、これはアル中なんじゃないかという。
そういうことで危機を感じたわけです。で、今度、動画も撮る予定なんですけど、献血のね、動画を、人生初、俺未だに献血は一回もしたことがないんですけど、まあ、献血をすると血液検査をしてくれるということなんで、なんか、ガンマ GTP だったかっていうなんか、数値があるらしいんですよね、肝臓の。それが、どういう数値になってるのかという、ね。ということです。まあ、俺今まで、健康診断とか、まあ、何回かやったことあるんですけど、まあ、一回も引っかかったことはないです。ガンマ GTP の、値も、全然普通で、で、俺毎日酒飲んでたんですけど、毎日酒飲んでんだよ。だから、それで、もう全然問題ないんですよ。で、次の日、二日酔いの状態で、会社行ったりしてたからね、普通。うん。頭痛いとか、言いながら、会社行ってたから、ね。それぐらいのガチ勢なんで、酒、本当に飲みすぎて、飲まない日がだいたい1年に5日ぐらいしかないですね。5日ぐらいしかないんで、ほんと360日ぐらい飲んでるっていう。でもそれでもガンマ GTP は、全然問題ないですよ。だから本当にガンマ GTP っていうのはあれなのかと。アル中の、やばいっていう、そのさ、数値的に、本当になんていうのかな。本当にアル中の人が測ったら本当に絶対やばいのかって。アル中の、まあ、いわゆる手震えるとかさ、そこら辺になっててもやばいのか。果たしてやばいのかやばくないのかっていう。それもまあわからないですけどね。まあ一つだけ言えることとして、献血は俺今まで一回もやったことないんですけど、まあそもそも注射で血を抜かれるのこれぐらい抜かれるじゃん。あれね、ビヤーって。もうそれでも嫌なんですよ。もうこうやってさ、プチってやるじゃん。で、その時に、もう目をこうやって、目つぶって、見ないようにしてるぐらいなんで、血見るのが、嫌なんです。で、あと、チクって、あれも痛いじゃないですか。痛いじゃないですか。で、こう、継続的に痛いじゃないですか、なんか。で、あれがね、献血ってね、500cc ぐらい、血取るらしいんですよ。噂によると。なんで、失神しないか心配ですけど、貧血にならないか心配なんですけど、若干怖い、ですね。まあ、でもなんか、血抜いたら、なんていうかな、切れにくくなったとか、なんか、ストレスが、なんか、ストレスっていうか、すぐなんか、怒りっぽい人が、献血しに行ったら、なんか、おとなしくなったとかって聞くんですけどね。うん。まあ。本当はどうなのか知らない。まあ、性欲がね、やばいんで、まあ、個人的には性欲がやばいんで、ちょっと、血抜いたら性欲なくなんねえかなっていう感じはある。
これはまあ、でも酒でしょ？でもカクテルとして飲んで、まあこれに酒が含まれてるっぽさがあるかだよね。これをノンアルコール、目つぶって飲んだら、あれ？これ酒じゃね？っていう感じがするかどうかだよね。まあ、特にはまあ、そんなにしない。酒なんか、これ酒っぽいみたいな感じではない。ね。3333です。ご視聴ありがとうございました。